委員長。矢田君。私は提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました動議につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読をもちまして趣旨の説明に変えさせていただきます。北朝鮮による6度目の核実験に対する抗議決議案。9月3日北朝鮮は6回目の核実験を強行した。これは決議第23715等をはじめとする累次の国連安保理決議や6者会合共同声明、日朝平壌宣言に明確に違反する。今般の核実験は国際社会の度重なる抗議と警告の声を無視して強行されたものであり、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であり、唯一の戦争被爆国である我が国として断じて容認できない暴挙である。北朝鮮は昨年の2回の核実験に加え、一昨日は過去に比類ない規模の核実験を実施し、水爆実験に完全成功した旨発表した。また、去る8月29日の北海道上空を通過した ICBM の発射をはじめ、昨年以降30発以上の弾道ミサイルの発射を強行するなど、北朝鮮の核・ミサイル開発は急速に進展し、我が国を含む地域の安全に対するこれまでにない、より重大かつ差し迫った段階の脅威となっており、最も強い表現で断固として非難する。本委員会は日本国民を代表して今般の核実験に対し重ねて厳重に抗議するとともに、北朝鮮がこれまでの諸合意に従って速やかに全ての核を放棄し、北朝鮮の非核化に向けた具体的な行動を取ることを強く要求する。政府は国際社会に対して累次の安保理決議に基づく制裁措置を完全に履行するよう強く求めると、ともに、これら安保理決議による北朝鮮に対する制裁効果の現状を踏まえ、北朝鮮が非核化への道を歩まざるを得ないようなさらに強い圧力をかけるべく、安保理理事国として結束した外交努力を展開し、平和的な解決を模索する中で、あらゆる選択肢を考慮し、より強力な安保理決議の採択を追求すべきである。同時に政府は国民の生命と財産を守るべく、万全な警戒、情報収集分析体制を維持するとともに、地方公共団体と連携し、緊急時における国民に対する一層生活かつ迅速な情報伝達や、広報及び訓練の実施を通じて、国民の生活を守るための行動の周知を図るべきである。その上で政府は、米国、韓国に加えて中国、ロシアをはじめとする国際社会と連携して、核・ミサイル問題と並んで我が国の最重要課題である拉致問題の早期解決をはじめ、諸懸案の包括的な解決に向けた具体的な行動を強く求めることに総力を挙げ、もって国民の負託に応えるべきである。右決議する。以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本件は委員会の決議とするに決しました。この際ただいまの決議につきまして外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。外務大臣河野太郎君。北朝鮮による6度目の核実験の実施は、先般の我が国上空を通過した弾道ミサイルの発射に続き、我が国を含む地域の安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威です。加えて国際的な不拡散体制に対する深刻な挑戦でもあります。安保理決議にも明白に違反するものであり、唯一の戦争被爆国である我が国として断じて容認できません。今回の核実験を受けて直ちに北朝鮮に対し厳重に抗議し、最も強い表現で断固として非難しました。また、安倍総理は、トランプ米国大統領、プーチンロシア大統領及びムン韓国大統領と電話会談を実施し、自分もティラソン米国国務長官、カン・ギョンファ韓国外交部長官及びモゲリーニ EU 上級代表らと電話会談を行い、中国やロシアにもさらなる役割を求めながら、国際社会全体で北朝鮮に対して最大限の圧力をかけていく必要がある旨を伝えました。我が国としては、より強力な安保理決議の採択に向けて、
米国や韓国をはじめとする関係国と緊密に連携しつつ、どのような圧力の強化が最も効果的かという観点から今後の対応を真剣に検討していきます。政府といたしましては、ただいま採択されましたご決議の趣旨を対しまして、北朝鮮に対して全ての核兵器及び既存の核計画を放棄することを含め、関連する安保理決議等の厳格かつ全面的な履行を強く求め、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向け、具体的な行動を取るよう強く求めてまいります。お諮りいたします。ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続きにつきましては、委員長にご一